2012年の総合上位3選手2012年のレースでリトアニアの首都ビリニュースを走る選手たちバルチックチェーンツアーは UCI ヨーロッパツアーのステージロードレースであるバルト3国で独立運動の一環として行われたデモ活動であるバルトの道を記念して設立されたものであるバルト三国を中心としたレースであるが2013年のレースは フィンランドのラハティがスタート地点となった。バルチックチェーンツアーは長い歴史を持つレースであり、初回開催は1955年で1987年まで続けられた。2010年11月4日、ラトビアの首都リガにおいて、バルト3国の自転車連盟会長が、この伝統あるレースを復活させる契約に署名し、2011年からレースが再開されている。 資金難のため2019年は未開催となった。この地域でのサイクリングレースの歴史は古く、1889年にはリーガからエストニアの首都タリンまでの国際レースが開催されている。第1回のバルチックチェーンツアーは1955年に開催され、最初の4年間はラトビアとリトアニアでのレースであったが、1959年から エストニアもコースに加えたレースとなった。この頃は5月に開催されており、その後に行われる東のツールドフランスとも呼ばれていたピースレースの準備レースとして多くの選手が参加していた。2011年再開後のレースは8月に開催されているが、これはバルトの道運動を記念したためである。現時点での最多勝者は、 エストニアのアンタスビゲロバスで、1959年、1962年、および1964年に優勝している。ありがとうございます。